万華丸山万下昭和17年3月4日は日本の水彩画家。品の国小伊佐形郡、根津村生まれ。本名、検索。1888年将棋道に入門、明治美術会展に出品。1895年、群馬県沼田付近で写生をしている吉田博史に出会う。その時、吉田の描いていた水彩画に感銘を受ける。 1898年、吉田博士と共に、日本ワアルプス社製旅行を観光、日田方面まで巡る。1899年、三宅勝美と交友。三宅のすすめから、1900年渡米へ。同行した、鹿の小木武け郎、三谷国し郎、河合晋三と、先発の吉田博士、中川八郎で、日本人水彩画家六人展を、ポストンアートクラブで開催。 大成功を収め、プロビデンス、ワシントン DC でも6人展を開催した。その後、カノコギ、三谷河合とともに、ヨーロッパ順優、シンガポール、香港経由で1901年に帰国。1902年、明治美術会改め、太平洋画界創立に加わる。小室義塾の水彩画教師となり島崎東村と、交友うう。1907年、 大下当時ローラと日本水彩画界研究所を設立。1907年文展に白馬の深淵を出品。1908年日本山学会会員。1909年憲法に水彩で描いた日本画帳の作品を和装水彩として発表。1911から1912年再びヨーロッパに渡る。この対応中に 大下藤次郎が救世する。1913年、日本水彩画改装率、評議員となる。水彩画は、庶民の間に急速に広まり、日本各地を講習会や指導で訪れた。1923年、関東大震災の被災者救済を目的に、中国、東南アジア、インドを旅行。内出しの関西風と、小諸、現光委員で異例のため、 釈迦八層を制作。1936年日本、山岳画協会創立に参加。根津村にアトリエ、羽衣層を新築。太平洋画界、日本水彩画界、日本山岳画協会には、毎年出品を続けた。1942年没、去年76。内弟子の小山修司が中心となって、移行集。 晩年、画風に関しては不評だった、丸山万華だが、この移行集に寄稿した顔ぶれからも、丸山万華の存在が、当時の日本美術界において大きかったことがわかる。丸山万華の墓は、聖火の裏山にあり、墓石には、水彩画家、丸山万華ここに眠るとある。アトリエの、羽衣塑には、藤村の碑文がある。丸山万華は、 世界各国から持ち帰った尺ナげを育てるなど、高山植物に関しては白学であった。また俳句に足しなみ戦者でもあった。自らを伝園画家と称し、郷里の風景を愛した。地元、根津村における丸山万花には文化人としての存在もあり、地域振興や活性化にも一役を果たしている。丸山万花の画風は吉田博や三宅勝美に影響された、 初期、1911年の欧州旅行委員後の中期、1920年代以降の晩年と掛け軸や屏風に表彰された和装水彩に分類して良いだろう。明治37年1月の新小説に島崎藤村が水彩画家を発表した。内容は、水彩画家、高野電吉が妻の不定を発見しつつ、これを許すが別の女と親しくなって、 妻が苦悩するというもので、藤村の実体験に基づくものだったが、中央公論明治40年10月号に番下は、島崎東村長、水彩画家の主人公について、を発表し、抗議した。小説モデル問題の第一号とされるが、見ての通り主人公が水彩画家だというだけで、藤村自身の体験を描いたものであった。平成18年11月、長野県東美市に、 個人美術館、丸山万華記念館が開館。ありがとうございます。